お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちら新カードロイヤルデリバリーについてね、はい、いろいろ僕なりの意見をね言っていこうかなと思います。で、まあまずね、皆さんが知りたいことは、まず新カード強いのか弱いのか、はい、これははっきりさせようかなと思ってます。で、まあいろんな YouTuber がいると思うんで、いろんな意見があると思うんですけど、マジで強いか弱いかの2択の、はい、選択肢で言うと、僕はですね、はい、弱いと思ってます今回。まあこれマジでいろんなね人の意見があると思うんで、ちょっとね試合やりながらやろうかなと話そうかなと思うんですけど、まあいろんなデッキを、はい、考えたし見つけましたしっていうので、まあこんな感じでねデッキ紹介するんですけど、まあいいなと思ったら、はい、使ってくださいというわけで、あのですね、ロイヤルデリバリー、まず個人的に何が嫌かっていうのは、自分の陣地でしか使えないっていうのがちょっと腐るんですよね。やっぱり邪魔になるカードというか、高回転のデッキに合わないなと思ってます。大型デッキとかに合うと思ってて、自分の陣地でしか出せないっていうことは、言っちゃうと防衛専用カードって捉えれるんですよね。防衛専用カードってことは、高回転だった場合に別に防衛ユニットなんてすぐ回るんでいらないんですよね。で、大型デッキで、大型を展開した瞬間ですね。いわゆるこの場面。スパーキーを展開した瞬間、ゴーレム、ラバハンドを出した瞬間の逆サイ攻撃を守る用カード。的な感じで僕はすぐ思ってます。まあ今のところはね。一週間ぐらいに、新カードこれ、強えわとか言ってるかもしれないんですけど、今の僕の意見としては、そんなになんか、うん、今まで通りのタルババとか、雪玉ババとか、柳雨でいいなっていうのは、すぐ思ってます。今はね、今はです、本当に。でも、僕は嫌いですね。クラロワって、こう、やっぱ、瞬時の判断と言いますか、こう、結構ね、なんていうんですかね、早いじゃないですか、状況が。変わるのが。なんで、こう、相手が、こう、バレル飛んできたからすぐ対応とか、こう、相手がすぐ攻めてきて、このバルーン来たからすぐ対応みたいな、じゃないですか。なんで、それに対して、この、これですよ。これ、遅いんですよね、出るまでが。本当に、これマジでね、使っててめちゃくちゃ、やりにくかったですね。マジで、ゴブリンバレルも、構えてないと、多分、間に合わないんですね、完封。本当に、本当に、超反応早い。ここでギリ間に合わないぐらいなんですよね、構えてないと。なんで、ゴブリンバレルも完封できないってなると、まあ一応構えておけばできるんですけど、結構使いにくいなっていうのはね、僕は超思ってます。なんで、クラロワやっぱ使いやすいカードいいじゃないですか。ザップとかね。ザップの良さってそこだと思うんですよ。で、ヤナアメも今までそんな使われてなかったんですけど、こう、やっぱ使ってから出るまでの速さが上がって、そこが強化されたことによって最近よく使われてるんですよね。なんで、こう、すぐ使えるっていうのがね、すぐ使える、すぐ出るっていうのもね、結構大事だと思うんですよね、このゲームに関しては。よいしょ。さあ、と言いつつ若干負けそうですけど、だってデリバリーしてないですもん、僕一回も。マジで。本当に。このデリバリーはちょっと使わないですね。マジで。このデリバリーは、しようと思わないですもん。なんか。なんで、こう、まあ、大型デッキ、スパーキーにも、ま、合いそうだと思うんですけど、この瞬間に相手が陸系で攻めてきたらね、すごいいいと思うんですけど、まあ、たまたまバルーンなんでね、一応ノックバックあるものの、そんな働かないって感じですかね、今のとこは。これ、雪玉で合いすぎて逆サイやっちゃおうかな。よいしょ。さあ、ここで多分過剰にコストを使わせられると思うので、後ろから組んでいくんですけど、まあ、あとはね、なんだろうね、後ろから裂いてゴボリとか、こう、待つデッキには、相性いいと思いますね。ゴボリで、後ろからダクネとか交わって裂いたら、相手は絶対ユニットがこう、足をね、こう運んでね、渡ってくるわけで、そこを、このね、デリバリーで、お迎えしてあげてからのフルカウンターっていうのとかは、まああると思うんですけど、自分から攻める系のデッキ、もうホグとか、そういう系には、もうすごい合わないとね、思ってます。まあどうなんですかね、まだ使い方がやっぱこう明らかになってないからこその僕の意見なんですけど、まあでも今結構こいつのね、このカードのあんまいい部分を言ってないと思うんですけど、逆にじゃあ強みをね、言いますと、ノックバックが若干あるんですよね、雪玉みたいな。なんでもうノックバックして親衛隊が1体出るのでターゲットを変えることができます。例えばここでプリンセスとかがいて、相手が真ん中ビビとかで処理しに来るじゃないですか。まあプリンだったら2発で
にやってたっけ、なんかすぐやられちゃうんであれですけど、まあ、マスケとかエレキとかがいて、それをベビーがで相手がやってきたとしたら、これをノックバックで延命できるんですね。ノックバックさせることによってターゲットを1回外して出てきた親衛隊に行かせて、そしたらそのまま親衛隊プラスマスケとかの形が生まれるっていうので、こうユニットを延命してさらにカウンターにつなげれる能力っていうのがこのカードにはまああると思ってるんですよ。てか僕としてはもうそこが一番の強みだと思ってますね。なんでそれ、まあ、言ったらこんな感じですね。言っちゃうと、まあ、タゲを外してっていうところまで今言ってないんですけど、なんでそれ以外の大きな強みっていうのはねないですね。正直自陣で防衛雪玉でいいっすもん個人的にはね、まあ雪玉でいいのか他のカードでもいいなと思ってるんで、まあどうなんすかね。なんで僕はちょっとヒヤヒヤしてますよね今。こう弱いとか言ってますけど、こういろんなね YouTuber みんないますけど、みんなが新カードか新カードぶっ壊れ、いやこれ強すぎやべえとか言ってたら、待って俺だけ違うやんってなっちゃうんで、僕はねこう、まあ、若干ヒヤヒヤしながらね今回このカード弱いとか言ってるんですけど、まあ、僕はすごい使いにくいですね。やっぱり使いにくい。雪玉でいい。ザップでいい。ヤナアメでいい。もうヤナアメ好きなんですよ。僕、ヤナアメ信者なんですよね。そう、ヤナアメ超好きなんですよ。なんか知らないですけど、昔からヤナアメよく使ってて。いや、あれ、すごいんですよね。すべてに対応できるって言いますか。しかもすぐパッて出てくれるじゃないですか。あ、でもヤナアメでいいっすね、この枠。まだほぼ活躍してないですもん、デリバリー。こういう時に、タルババとか雪玉だったら、相手に打てるんですよね。なんで、まあ、デッキによると思うんですけど、やっぱ大型かな？今、ゴレ展開して、逆サイ、まあ、ランバーホグとかたまたま来たら、それ全部迎え撃てますからね。まあ、そういう考えでいくと、よいしょ。そうですよね。ってなっちゃいますよね。結局ね、よいしょ。ちょっとね、負けそうなのね、嫌っすよね。本当に。僕もね、負けると思ってない。しかもたまたまクロス引いてますから、これ。たまたまね、たまたまのデリバリーが活躍してないんですね。これタルババだったら、クロスにも結構入る。もうタルババでいいやねえかって感じなんですよ、本当に。この新カードの強さを教えてほしい、僕に。はい、デリバリー行きます。で、遅いので、プリンちゃんが行かれるってやつですよね。まあまあまあ。まあ、決して弱いカードではないと思うんですけど、僕は嫌いなだけですね。まあまあまあ、ボーイクロスが残る、さあ、カウントダウン、シエのカウントダウンが進んでいますが、まあ、ロケット星延命したかったですけど、まあ、焦らず行きましょうと。で、焦らず行きましょうが、間に合うかな？うい！あ、間に合ってないんかい！親衛隊が、頑張る。いや、オッケー、ロケット星が耐えてる。あ、待って、プリン見せてる。待って。危ない危ない。さあ、これは、まあそういうことですね。これはね、ちょっとしょうがないかな。まあデリバリーが、デリバリーしてないっていうのと、本当何言ってんだって感じなんですけども、やっぱね、相手、クロスに対して鬼腐りますね。よく考えたら。自陣でしか使えない。クロスだって敵陣地。クロスボーに対しては確かに腐りますね。これ、クララは、てか試合やるために、デリバリーのね、欠点がいっぱい見つかりますね。本当にすごいアンチみたいになってますけど、このカードの。別にそんなわけでもなくて、いいところを見つけたいんですけど、まあ、延命できる。あとはこれ、こういうね、受けから、小屋を置いて、後ろから伝えて、受けからね、行くデッキにはすごい合うと思いますね。合うと思いますけど、逆に本当にこういう系統大型にしか合わない、と思っています。よろしく！というわけで、まあ、とりあえず待ちましょうか。こういうデッキにはね、最適かなと思いますね。もう、待って、相手をおびき出して、踏んで、フルカウンター。最近フルカウンターって言葉よく使いますけど、別に7つの滞在めっちゃ見てるとか、そんなわけでもないですからね、僕。しかも、この手札すごい腐りますね。これね、やばいですね。ワンパンされますわ。小屋がないんで、小屋がなくて、エレキもなくて、ここは簡単に処理されたくないですね、正直。と思ったんですけど、うぃこれやべえぜ。兄貴これやべえぜ。これね、やばいかも。まあでも、意外といける？いいね、スケラ。やっぱスケラナイスっすね。で、ここ、ワンチャンロイヤルデリバリーでもよかったかもっすね。デリバリーで、アイゴレ溶かし、あ、ゴレか。ゴレ前と溶かしつつ、ベビーもね、多分竹取れて、
いい感じにできた説ありましたが、まあこっからね、ちょっとデリバリーの活躍を皆さんにお見せしていただければいいかなと思います。今のところね、今のところだと本当に僕の動画でデリバリーもうゴミカードみたいになっちゃってるんで、さすがにね、それもかわいそうなんで、これですよね、これ。はい、強いところ。まず、相手がね、びっくりする。相手がびっくりする。あー、それで守ってくるねっていう感じで、待って。やら、うわー。気づかなかった。俺の声はちょっと古いっすね、まだ。レンガぐらい古い。わらぐらいっすね、マジで。ひくりましたね。全然気づかなかった。まあ、相性はいいんで意外といけるみたいないかな。おー、いいライトニングだ。ゴレライトのプリンスダクネか。止まんねー。止まんねーすが。まあまあまあ。待って。いや待って、これベビスケラ打っちゃおうか。プリンスっすね。先に攻めて、ベビスケラ打っちゃって、これを回収しつつ、オッケー。ダクネのターンなんで、いい感じにダメージが入り、一回ね、藁の家を建てていきます。藁の家を建てつつ、ここはまあ一回無視か。一回これフルで防衛したいですね。で、ライティニングだったんで、ちょっと泣きたいですね。ババコヤが本当はもっと生きるんですが、あとはこいつですね。あとはこの新カードがどれだけ暴れてくれるか。新カードいけ。よいしょ。いや、でもいい。プリンスの突進抑える。え？めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ。急にね、さっきまでゴミ扱いしてましたけど。今んとこめっちゃいい。よいしょ。さあ、なんとか耐える。ベビドラスケラの準備は整っている。さあ、いいんじゃないのか？あ、これロケットライトニング。あ、ウッドライトニングで終わっちゃった。グッドゲームってわけで、まあ、どうなんだろうね。悪くはなさげな試合でしたけど、こう、イモって戦うデッキを使った場合の、しかも相手がゴレっていうので、まあこれだったんで、まあ僕の使い方がね、まだまだなのかもしれないんですけど、まあそれはね、これからもっともっと、発見していければいいかなと、もう思います。まあ、ゴレとね、ラバー。まあ、ラバー際かな。相手陣地にスペルやっぱラバーも打ちたいので、何の代わりでもなれないと思うんですよね、これ。結構。なんか雪玉の代わりって言ったら攻めでも打てないんで、なんか雪玉とか樽とか、ファイボとかポイズンとか、どの代わりにもならない、また違ったね、スペルかなと。思ってますね。普通にユニットのね、代わりかな、結構なるのかなと、はい、思っています。というわけで、またちょっといろいろ変わりそうですね。はい。というわけで、また、なんか、ロイヤルデリバリー動画ね、出すかもしれません。というわけで、参考になるかな、ちょっと他の YouTuber の意見が早く知りたいですね。僕はもう、ヒヤヒヤしてます。というわけで、よければチャンネル登録してみてください。では、お疲れ様でした。バイバイ。